皆さんこんこにちは今回は先日行われた大学入試の共通テスト英語のリスニングについて、えー、ちょっとお話ししてみたいと思います。えー、今回から、えー、リスニングの容量がとても多くなっていますね半分が、えー、リスニングになっています。えー YouTube で共通テストというふうにチェックすると、すぐ見られます。二十九分ちょっとの、えー、リスニングのテストでした。そこで、私が感じたことを、これからちょっとお話しします。えー、内容としては、会話を用いているので、そんなにとても難しいというわけではありません。トイックとかトーフルとか、えー、そういうものを。 よりも、えー、難易度は低いと思います。そして、えー、社会人ではないのでビジネスビジネス英語っていうのが出てきませんね。で今回ちょっとだけお話しすると大体いつも出てくるんですけれども、えー、まあ方あの道を尋ねるとか今回はエレベーターはどこにあるんですかっていうふうな、えー、問題がありました。 えー、これはよくあのどの英語のテストでも会話で出てきます。方向性ですよ、ね、でまあ右とか左とか、えー、廊下の先の方ですとかっていうんですけども、まあ、この辺の用語っていうのはたくさんたくさんでもないかなあるので例えば「ステアーズ」っていうのはこれ階段の意味ですね。Before stairs っていうことで階段の手前に v エレベーターがありますというふうに言ってますねだからえっ、ー、と廊下ホールウェイとかそういう単語を知っていればわかる問題ですねで、えー、まあ何人かの人がお話ししますで アメリカン・イングリッシュとブリティッシュ・イングリッシュ・クイーンズ・イングリッシュというのも、まあ、ディバーシティ多様性を重視して、えー、中に入っていましたね。だからアクセントがちょっと違いますね。その辺は聞きにくいかもしれません。 アメリカ英語に慣れてるとクイーンズイングリッシュは聞きにくいですし、クイーンズイング,イングリッシュに慣れてるとアメリカイングリッシュは聞きにくいっていうのもありますね。あと日本人の方が英語を話してるっていう会話もありました。えー、その、えー、聞き分けという、えー、聞き比べみたいなものもちょっと慣れないと大変かなと思いました。あと、えー、今回話された。 といった内容の一つにヒュッゲっていうのがありますね。これはデンマークのあのー、まあ、えー、思考の仕方考え方幸せの捉え方なんですけれども。 このヒューケというのがどういうものか、まあ、物質に侵されない精神的な幸せ感ということなんですけれどもあの、まあ、ミニマリストで、えー、昔のものをいやあの身近なものを大切にし友人や家族を大切にするとかというその幸せ感ですよね日本とはちょっと違うかな、まあ、仕事よりもあの自分の生活を大切にする。 という満足度とかそういうことを言っていましたけれども、えー、ここで感じたのは、えー、昨年私はラジオをよく聞くんですけれども NHK の,あの番組でこの「ヒューゲッ」というのはだいぶあの何いくつかの放送で、えー、お話しされていました。 こういういに例えばラジオなんですけれどもラジオだとあのネタモットっていうか何を題材にして番組を制作したらいいかなんていうことで今話題の世界で話題のものをピックアップしたりするのでラジオををいいいいたりして情報をゲットすするのもいいと思います今世界で何が話題なのかというのに注目するのも大学入試のヒントになると思います。 あとは英語になれるっていうのが一番大切なことなんですけれども特に地方の場合、えー、頻繁に身近に英会話英語を話すネイティブスピーカーがいるわけでもないのでとても大変だと思います。えー、試験ををこのリススニングテストを聞いていてて えー、6年間中学3年高校3年、えー、なんこのために英語を勉強しなきゃいけないのかしらと思って、えー、受験生がかわいそうに、ね、かなりました。えー まず1、えー、つヒントとして皆さんにお話しできるとしたら NHK の7時から19時からのニュースは副音声でで英語で話しています、えー、何人かの同時通訳の人がいますけれども日本人の方あとネイティブの男性はある程度のおじさまですけどこの方の英語はとても、えー、分かりやすい英語を話してらっしゃいます。えー、まあ そこで学ぶことも多いですですからまあうんそうですね30分あるうちの半分くらいから始めて、えー、英語耳というか英語になれるためには、えー、この NHK のラジオこれあの時事ジジ英語っていうのもあるんですね新聞とかので使われる英語なんですけどもこれはカレント・イングリッシュというふうにいいます。 英語になれるとといいうのも一つのもつ手だと思いますあとはもう本当ですね夏休みの間3週間くらいホームステイでアメリカやら、まあ、イギリスよりアメリカの方がいいと思うんですけども、まあ、今はコロナコロナウイルスの関係で行けませんけれどもそういうところにホームステイする,するというのもいいと思います。まずは 英語にアレルギーを起ここさないということとうですよねで白口中英語を耳で聞き自分で話さなければいけない最低限は話せるようになる、えー、3ヶ月で間でも三月じゃないごめんなさい週間とか2週間でもこういう留学体験で、えー、耳を鳴らすということも高校生や中学生の時はとても進歩するので、えー これも一つの方法かと思いますあとはもう本当この中高の間に、えー、1ヶ月でも、まあ、3ヶ月ぐらいネイティブの人と友達になってそのネイティブの人の話をよく聞く そういう環境を得た方が6年間塾に行ったり、えー、学校で勉強するよりはもっとスピードアップして、えー、英会話や,やら英語を理解することができると思います6年間もかかってこれだけのレベルの英語かなと思うとちょっと悲しくなりますしこれはいじめじゃないかしらとも思いました、えー、まあ、あとは高校生あのパーセンテージ っていうのかなこの問題もよくあの英語のテストに用いられます、えー、例えば高校生の何パーセントがあのフリータイム、えー、学校以外にどういうふうに使ってるのかアルバイトをしたり友達と会ったり遊んだりみたいなそういうパーセンテージの問題もありましたね。大、え、体、ー、問題っていうのは、えー、話題になってるものとか高校生だと身近な話題ですね。 あと気になったのはミュージカルですねえどんなものがあの見られるかみたいなも問題もありましたけれども、えー、あんまりミュージカルって身近な話題じゃないとは思うんですけれどもそういうのも題材,題材として取り上げられていました。えーまあ、Google で、えー、共通テススト英語リスニングというふうふに チェックすすると、えー、問題が見られます、えー、赤本とかのところがやってたと思いますがあとは先ほども申しましたように、えーまあ、YouTube で、えー、共通テストというと29分ちょっとの、えー、リスニングが聞,聞くことができますのでもしよかったらお聞きください。えー ちょっとこ今日はここまでにしますが、えー、英会話これが今年からあ英語ですね英語の、えー、受験科目が変わったということでちょっと興味を持って、えー、聞いたんですけれどもこれまあ最初はゆっくりなんですね。 で人数も2人ぐらいの会話から入って後ろに方問題の後ろの方ではスピードがだいぶ速くなります。1回ししかそうして流さないということなのでとても集中力がいるなというふうに感じました。えー、分からない単語が出てきてそれでつまずいたらもう先に行けないかしらなんても思いましたけれども単語としてはそんなに難しい単語は、えー、使用してされていなかったと思います。この デンマークのヒュッゲという言葉ですねこの幸せ感というヒュッゲというのが、えーまあ、よくわからない単語かもしれません。というふうに、えー、もし皆,、えー、皆様の,あの中でまたはお子様や親戚の中でこれから共通テストを の英語を受ける受験生の方がいらしたら、えー、ちょっと参考になさってみてくださいまた気づいたことがあったらこここの場を借りてまたお話ししてみたいと思いますご視聴ありがとうございました